こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。優しいバスくん、どこが調子悪いの？よく見て、よく見て。ああ、ドアが故障しちゃったのね。カタカタ壊れたドアも、整備士さんに頼もう。トンカントンカン、それトンカントンカン。わーい、ドアが直ったよ。どこが調子悪いの？よく見て、よく見て。ああ、ペンキが擦れちゃったのね。よく見て、剥げたペンキも整備士さんに頼もう。シュッシュシュッシュ、それシュッシュシュッシュ。わーい、元通りになったよ。故障しちゃったのね。あいたた故障したエンジン、整備士さんに頼もう。トンカントンカン、それトンカントンカン。はい、エンジンが直ったよ。私は車のお医者さん、なんでも直す整備士。私は僕はブルドーザ力持ち、何でも押し出すのさ。うっしゃー！でこぼこの道も平らにできるんだ。大きな岩や砂もお安いご用さ。僕はブルドーザ力持ち、何でも押し出すぞ。僕はショベルカー力持ち、何でも持ち上げるのさ。いっちょやってみるか。こんもり砂の山、この僕に任せて。土をあっちへ穴も掘って、お安いご用さ。僕はショベルカー力持ち、俺はダンプトラック力持ち、何でも運べるのさ。ふっ、軽い軽い、重たい荷物も軽々運べるさ。大木や敵もお安いご用さ。俺はダンプトラック力持ち、何でも運べるぞ。僕はミキサー車力持ち、丈夫に作れるのさ。よっしゃ！ぐるぐると材料混ぜて、何でも丈夫にするぞ。柱や頑丈な壁もお安いご用さ。
僕はミキサー車力持ち丈夫に作ると力を合わせてみんなで工事しよう力仕事は任せて働くクルーマーそれいけタヨ小さくなる今日もいいお天気ですタヨはバスの車庫でのんびりしていますつまんないなできたはなそれ何あらタヨこれはね何でも小さくする機械よ小さくするそうこれで大きなものを小さくするの運ぶとき便利でしょうわそれってすごいねあ、忘れてたちょっと倉庫から取ってくるものがあるからこの機械見ててくれるはい承知しました気をつけてね絶対触っちゃダメよ分かってるん小さくする機械かあ、お面白そうだなあれこれなんだ押してみよっかないやダメダメ花が絶対触っちゃダメって言ってたもんでもどうなるのか見てみたいなあ、うわー触っちゃったあれれどうもしないじゃないどこ行っちゃったのかしらどうしたんだなんで花あんなに大きくなったのいやひょっとして僕が小さくなったんだん、うん、おかしいわねよ花えルーキーパッドどうかしたのちょっと修理してほしいんだあら初めて見る子ねああ、おいっ子のジニーだこんにちはそうなの、こんにちはおじさんによく似てるわねここで待ってて、パッドの修理をしてくるからはい行きましょう、パッドよしブルーブルーうわ、花待ってよ花困ったな、僕の声が聞こえないんだブルーン、ブルーン、ブルーンあの子誰だろう？あれ？ブルーン、ブルーン、ブルーン行け！うわぁ！あぁ、下に入っちゃった。もう？あった！捕まえた。ブルーン、ブルーン、ブルーン修理完了ありがとう、ハナブルーン、ブルーンああ、ジニーお、はいあ、ハナお待たせしましたいいよここから脱出しなきゃもうあ、やったぞハナ、僕だよあら、ジニーおもちゃを投げちゃダメでしょしっかり持ってなさい違うってばありがとうハナありがとうじゃあまたねええバイ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 ジニーハナハナがクラクラするあれ車庫じゃないかあ、そうか夢だったんだ
ちゃったんだ。うっかり小さくなっちゃって、それで、あれ、みんなどうして何も言ってくれないの？あ？あれ、夢に出てきたルーキーの甥っ子だ。ということは、やめて、夢じゃなかったんだ。タヨがいないって？ええ、そうなの。今朝から姿が見えないのよ。誰か何か聞いてる？何も。よし、じゃあみんなで探しに行こう。花はここで待ってて。了解。車庫に帰らなきゃ。きっとみんな心配してるはずだ。あそこにドアがある。でもどうやってここから降りるの？よし、まずあそこまで行こう。やった！太陽どこ行っちゃったの？あら、あれは何かしら？これジニーのだわ。返してあげたはずだけど。あら、ジニー、おもちゃを投げちゃダメでしょ。しっかり持ってなさい。大変だわ、あのおもちゃは。太陽！ああ、怖かった。まだよく寝てるな。ここからどうやって出ればいいんだ。まずドアを開けなきゃ。そうだ、あれだ。よし、行くぞ。プレゼントを持ってきたんだ。本当？うわい、そうだ。じゃじゃーん、ヒューほら、宇宙ロケットに変身。かっこいいでしょう。うわー、すごい。ほら、ジニー、貸してごらん。つけてあげるから。わかった。ちょっと待ってね。
はい、うん、あ、よし、できたよ。かっこいい、ありがとうおじちゃん。大丈夫だった？会いたかったよ、ハナ。よし、準備はいい？よし、うん、みんな心配したんだぞ。そうよ、みんなでお前を探したんだぞ、うん、あ、みんなごめんなさい。これで危険な機械に触っちゃいけないって分かったわね。あ、はい、もう触りません。触れって言われても。大変な一日がやっと終わり、タヨはまたみんなに会えて大喜びでした。